はい、大東ミラクル会員ようこそ。今日は、はい、顕微鏡でミクロの世界を紹介をします。はい。はい、これは玉ねぎの細胞です。はい。赤くなっているところは酢酸カーミンで染まった玉ねぎの細胞の核です。はい、玉ねぎの表皮の核です。細胞です。細胞で赤く染まっているのは細胞の核、遺伝子のあるところです。はい、玉ねぎの、表皮の細胞です。赤いところは遺伝子の入っている核です。はい、今日はミクロの世界、玉ねぎの細胞を紹介します。はい。